きです。今日はですね、新企画です。皆さん自粛生活で運動不足になっちゃって、ジムとか走ったりとかしてる方多いと思うんですけれども、そこで悩むのがスポーツウェアの下着だと思うんですね。で、私もスポーツはたくさんするので結構いろいろ持ってるんですけれども、最近のって本当に可愛いのも多くて、見せるスポーツブラみたいな感じのもあるんですね。なので今日は私が持っている下着、ここに全部、下着じゃない、これはスポーツウェアですからね、スポーツウェアをこれだけ用意しましたので、すごいもう下着泥棒みたいになっちゃってますけれども、今日はですね、私のお気に入りベスト3を紹介していきたいと思います。クラシックバレエをしてたので、もう胸はいらないと思ってたんですよ。胸があると太って見える、大きく見えるっていうのがあるので、バレエをやってる時とかもうさらし、もうさらしを巻いてテーピングでもう下までこうやって押さえつけてやってたりとか、あとこう運動した時にブルン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 みたいな感じで動くので、すごくそれがなんかもう気になる、気が散るっていうのがあったりとか、もう一番の悩みはあと肩こりがすごいですね。まあ私はグラビアアイドルをやってたので、その時はもう武器になっていたバスト100センチがもう売りでやってたんですけど、普段可愛い服もあまり着れないし、でぽっちゃりしてるのにさらに胸があったので余計太って見られたりし、あとバスト100センチっていうだけで他のアイドルなんかスタイリストさんが水着とニプレスを用意してくれるんですよ。なんかもう私バースト100センチって書いてたから、もうだいたい一人だけこれぐらいのサイズのニプレス用意されてたことがあってそう、もうなんかどういうイメージだよと思ってすごく悲しかったです。これですよ、一人だけみんなこれぐらいの、ね、ニプレス用意されてるのに自分だけこれだったんですよ、外国の。もうその時はすごくなんか胸がでかくて悲しかったっていう思い出があります。あ、すごい、友達は悩んでる子もいたりとか、あと運動してる時に男性の目が気になるっていう子もやっぱりいたので、なのでなるべく胸が揺れない、胸をアピールしないようにこういうなんか大きめの服を着て運動したりだとかっていうのを、私もやっぱりなんか見られたく なんだろうな、目立ちたくないなっていう時にはこういう大きめの服を着て運動したりとか、やっぱり運動する時ってテンションを上げたいから可愛い服を着てっていうのをやりたいっていうのがあるので、そうですね、やっぱこう機能性と可愛さがあるものがあればいいなとは思ってました。そうですね、私が選ぶ時はこう見せたい時のブラはもうとにかくもう運動する上でっていうよりも、もうやっぱ谷間がどう綺麗に見えるかとか、やっぱラインがどういう風に綺麗に見えるかっていうのもあったりとか、まあ、あとは運動する時って元気になりたいから明るい色、元気が出る色をなるべく選ぶようにしていますね。あともう一番はなんだろう、もう胸が大きい人ってこうサポート力があるやつってすっごくスポーツブラって着にくいんですよ。なので着やすさ、あと着心地も重視してますね。第3位に選ばれたのはこのスポーツブラです。でん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 、これなんで好きかっていうと、まずすごく柔らかいんですよ。で、胸が結構大きめなんですけれども、結構ずしってなるので、首の後ろで例えばどうなんだろうな、こういう風に首の後ろで一つになってると、首からこうなんだろう、首で吊ってるみたいな感じになって胸を支える位置がここになるので、すっごくなんか窮屈というか疲れちゃうんですね。なのでこのゆるゆるの、これなんか多分サポート力も弱めなんですけれども、もうとにかく着やすい、でよく伸びるので、スポーツブラって着る時がすっごく大変なんですよね。サポート力が強ければ強いほど着にくいんですけれども、これはもうほどほどのサポート力がしっかりあるのに着やすいっていうところがすごく気に入っています。あとこの白、シンプルな白にこっちが肌色なんですね。だから何でも合わせやすい、例えばこの上に T シャツ着ても響かないっていうので、すっごく気に入っています。
あと、まあ、これ私だけかもしれないんですけれども、谷間を見せたい時はここのここでこうプチってしてもらって、ギュン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 と絞るとギャザーができるんですね。でこれで谷間がしっかり見えます。で谷間を隠したいなと思う時はここを外して伸ばせば谷間見えないっていう感じで、ジムとかで谷間をあんま出してたらちょっと変な人だと思われるじゃないですか。なので隠したい時はこういう風にで、撮影の時は絞ってってできるので、私はすごく気に入ってます。無料してるんで安心してください。よし、こうやって下から履いてクイクイクイッといって、もうこれでいけるんですよ。めちゃくちゃ楽で、着心地も本当にもうこれだけでじゃんじゃん。どうですか？もう一瞬1秒、あ、今ちょっと2秒ぐらい3秒ぐらいかかっちゃったんですけど、もう1秒でスルンって切れるので、もう肌触りもいいし、でここがベージュなので脱いでても可愛いし、いい感じで気に入ってます。この透け具合も可愛いですよね。あと谷間を出したい時はさっき言ってたここをプチッとしてググググググで、これで結構ね感じで、ここをでもこんなパーソナルトレーニングとかこんなのやつとか変態と思われてますよね、ジムとかね。なのでこうやってちゃんと私の胸はしまいきれないと思うんですけれども、まあこれででまあサポート力もまあそこそこ、そう、まあ全然揺れないかっていうと、まあこれでダッシュしたら揺れるんですけれども、まあ動いても大丈夫かなっていうぐらいです。だからこれヨガとかストレッチとかにいいぐらいだし、普段使うのも全然ありっていう、後ろも可愛いしいう感じです。はい、これが第2位になります。ナイキのこの黒のスポーツブラなんですけれども、まあ、これは、まあ、一番の私の推しポイントは、まあ、がっつりさっき言ってた首で結構疲れる感じなんですけれど もうめちゃくちゃサポート力があるので、激しい運動の時には必ずこれをやってます。もうね、なんだろう、胸が揺れると胸がちっちゃくなるし垂れてしまうので、もう本当に気をつけたい時にこれを着てるんですけれども、なんとこのブラジャータイプなんですね。見えますかね、こういうブラジャーのホックタイプなんです。なのでもう着脱が本当にもうこれだけで簡単、もう本当にスポブラってこうやって着なきゃいけないんですけど、これぐらいのサポート力があるやつは。だけどもうこのブラタイプっていうのに一目惚れというか、もうここが大好きでこれをよく着てますね。もう本当にバッっていう感じになるので、サポート力これはかなりあります。これが第2位です。あとこの肌触りもうツルツルって感じなんですよ。これもポイントです。じゃあ早速着てみます。じゃあ第2位、安心してください、ヌーブラシーンで、よいしょ。これそう、こうやってかぶって胸をしまって、でここのホックをこれも自分のちょうどいいところに合わせてするんですね。じゃん、もうこれで、あ、簡単、この簡単具合なんか伝わってるかな。でもこれって結構すごい 強度の高いあのサポート力のスポーツブラなんですけれど、もうがっつりガッチリ、もうなんだろう、バッって感じ、わかる、ほんと語彙力でも動いても一切揺れない、もう何でもできるマジでっていう感じのブラです。だからもうなんだろうな、いつもここでここがなんかしっかりしてない、全体的にこうしっかりしないとここで吊られてる
胸が全部ここで持ち上げられて、でさらにこの首の後ろにこうつられる感じなので、めちゃくちゃこの首の後ろが凝ってくるんですね、これで。なのでもうこれぐらいのサポート力があった方が逆にここが楽、肩こりの原因ここですからね、胸が大きい方の肩こりの原因、これこのせいっていう感じです。はい、じゃあ第1位はじゃじゃん、このスポーツブラになります。もうこのブラは、ブラというかスポーツブラは本当に考えられてるなっていう感じで、ここのもう人それぞれに合わせて、ここの紐をちょっと短くしたいなと思ったら、ここを外してこう入れたらいいっていう、ここの穴にね、で長さを調整できるのがこっからここまでついてるんです。だから胸がいろんな大きさの人に合うというか、この肩の具合だから一人一人違うと思うんですけれど、こっちもで、ここのすごいのがアンダー、胸の下のところ、ここも全部調整できる、この左右ねついてるっていうのが本当にこれが一押しポイントです。で、あと一番いいなと思ったこの色も可愛いなっていうのと、このやっぱ肌触り最高に、もう本当に何なのこれ、綿なのかな、この肌触りがすっごく気に入ってます。あと洗濯しても、まあ、1位から3位全部そうなんですけど、もう私はもう大雑把なので、そのままジャッとネットに入れて洗濯しちゃうんですけど、ここにねパッドが入ってるんですね。でこのパッドがよく出てしまうやつがあると思うんですけど、一切出ないからもう何にももうそのままでできるっていうのがお気に入りです。あとこの素材感が柔らかいのですっごく着やすい。で一番は胸がモデル、これそういう風に見えないでしょ、めちゃくちゃモデルんですよ。なので、まあ、着たら分かると思うので早速着てみたいと思います。じゃあ第1位いきます。安心してください、ヌーブラしてるんで。これもね生地が柔らかいから下からいけるんですよ。でもこれでお漏れた、このスポーツブラめちゃくちゃ漏れるんですね。で一番この下でしっかり支えられて横から上げるって感じなので、見せるスポーツブラっていう感じです。じゃーん、ね、すぐ着れたでしょ。だしこれがすごく柔らかいっていうのと、あとサポート力をすごい上げたいなっていう時は、ここの紐を外してきつめのところにこうやってやるだけで、これが胸が持ち上がるんですよ。で、アンダーもここも調節できるので、ここが緩くて上がってきてしまうよっていう方はここを外して、できつくしてこれに調整するときつくなります。なのでサポート力を上げたい方はきつく、こっちもきつく、そしたらこうやってなかなか揺れなくなるっていうブラなので、気に入って、もうこれはね本当に気に入ってて、もう一個欲しいぐらい気に入ってますっていう、これはすっごく高機能で可愛いやつなので第1位に選びました。あと漏れてる、これ撮影も OK のやつです。はい、いかがだったでしょうか。下着選び、運動する時の下着選びにちょっと悩んでる方とか、胸が大きめの方、もう本当にね胸が大きいとなんかもう運動する時って邪魔でしかないので、もうプロプロプロンってなるのがもう本当に恥ずかしいというか、もう嫌だし垂れちゃうので、いろんな悩みがあると思うので、今回ちょっとでも参考になったらいいなと思います。少しでも、いいなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。で今後もまたなんか新作レビューとか、コーディネートとかでも紹介していけたらいいなと思ってます。では皆さんからのコメントお待ちしております。女子からのコメントもお待ちしております。バイバーイ。